ここは二の丸跡になります。まあここからも富士山がよく見えます。ただ関ヶ原の後もここは廃城になってるんで、当然江戸時代の天守台とか天守台もなかったんで再建が結局できないんですよね。やったとしても山城ですからね。それに資料も多分残ってないんでしょうから、まあ、また想像の産物になっちゃうんでしょうね。静岡の駿府城も、本丸を再建しようっていう、静岡市の動きがあるんですけど、結局絵図面も何も残ってないですからね。まあ、わずかに、確か、バチカンかどっかに収めた、送った絵の中に、負け絵の中に駿府城が描かれてたような、ちょっとうろ覚えですけど。まあ、やっぱり良くないですよね。駿府城公園には家康の銅像もあるんですけど、まああれも結局想像の産物ですからね。あれを時々拝んでる人がいるんですけど、まあ結局はうやむやですよね。戦国時代だから。あ、何にしても久しぶりに来たんで全然覚えてなかったですね。まあ蚊が多いもんでも早速刺されちゃいましたけど、まあ、ここを中心に結構いろいろ見どころがあるんで、まあ観光で来てもらってもいいんじゃないですかね。私は今の大河ドラマのどうする家康見たことないんですけど、どういう扱いになってるんですかね、北条家は。まだ信長の時代の話ですよね。これってどこまでやるんですかね。豊臣家までやるんですかね。小牧長久手の戦いなんていうのがありましたよね。徳川家康が、秀吉の大軍に勝利した、非常に有名な戦いですよね。あれで勝利したおかげで家康も豊臣家ではちょっと別格扱いでしたよね。あとこの近くで、この周辺だと、山中城とか出て、よく戦国時代の、歴史に出てきそうな城があるんですけど、まあ、あとはこの間の戸倉城ですね。もうこの二段山からだと修善寺までもそんな遠くないですし、その向こうに天城山もあるもんで、天城峠ですね。まあ行けんこともないですけどね。まあ自転車での話ですけど、
この、ここが二代目城主入口なんですけど、その下に、池があります。ただいま二代目城主のすぐ裏の、江川邸の正面に来てますね。正門です。さすがやっぱ立派な門構えですよね。大河ドラマでもいろいろ疲れたんですね。やっぱで、江川邸から、県道136号をずっと北の方へ走って、伊豆中央道ですね、あそこの入り口のところから、西に向かって伊豆ゲートウェイ、伊豆ゲートウェイ関南に来ました。キャンプ場だったみたいですね。今朝なんだろうと思ったけど、でも1区画5000円っていうのはぼったくりですよね。それでもやってる人がいるっていうのは信じられないですけどね。私は、あ、でも見晴らしはいいですね。ここは景色がいい、本当にいい。 川遊びには全然いいですね。ここはまあ、多分どうなんだろう、泳いでも構わないのかな。
いろんな変わった自転車を置いてありますね。1回500円とかって書いてあったような気がするんですけどね。結局は風のおかげで、まあ、暑いことは暑いんですけど、それでも気持ちいいですね。おばさんが三輪車こいでますね。まあ、今日は雑談らしい雑談は一切してないですけどね。まあ、この景色見てればそれで十分ですけどね。